さ、食べてきましたけどね、牛丼のネギ玉か、ネギ玉牛丼ね。そういやいつの間にか吉野家もネギ玉牛丼できてましたもんね。なんかバレないっていう、なんやかんやと増えてきましたよね、吉野家も。まあ、つまるところネギ玉ってうまいんだよなということで、ネギ玉牛丼のちょっとこもりでね、まあ年末ですしね、それぐらいのプチ贅沢はいいでしょうと、いうことで、ちょっとこもり食べてきました。まあ、そういう人ももう前の道が完全に死んでる。まあ何せ、あの横がマックですからね、めちゃくちゃ混んではりますな。川越と三須原駅のところから迂回してますけどね、完全に本当にこっちまで迂回しないともうマックの前が倒しすぎる。編集の続きやるからとか、部屋取りのやつとかもね溜まってるんでね、やろうと思ってたことがね、ちょっと昨日おとついと、まあ編集はしてたんですけど結構疲れがどんと来ちゃってね、ダウンしてたんで、まあその分挽回も兼ねてね、やってかんといけませんからね。だけどまあ確かに、まあマックのところもそうでしたけど、まあやっぱ年末年始っていうこともあって、かなり運転不慣れなのかなっていう方が多いですね。普段にも増して、ね、普段の週末にも増して、なんなんでしょうね、あの不慣れな人から現れる不慣れオーラ、あの上手い下手とはまた別で、慣れ不慣れってなんか出ますよね、運転に。うん、ああ本当にあの週一、あの仕事とかでは絶対あの車乗らん人なんやろうなみたいなね感じの人って、運転でなんだろう、なんかありますよね、あの止まるタイミングとか、そこは止まらんとスーって行っちゃうんだとか、うん、かと思ったらそこをゆっくり行くのねみたいな、なんかあの不慣れな人ある独特のタイミングってありますよね。うん、ブレーキングタイムが来るんで、結構ヒヤッとすることも多々ありますけどね。さあイオンもすごい人だな。年の瀬は、まあ、とてもイオンなんて1日から空いてますからね。うん、あれですけど、なんか他に話しとくべきこと、まあまた雑談というかプチトークみたいな速報はまた間にどんどん挟んでいくと思いますけど、ガソリンも本当は入れといた方がいいんだけど、多分めちゃくちゃ混んでんだもんな。なんか特に話すことも思い浮かばんけど、雑談っていうのもね、あの最近本当に雑談っていう撮影が本当ちょっとしなくなったじゃないですか。前はね週一言うて生放送もやってましたし、言うて雑談する機会が多かったんですけど、あのね雑談って本当にあの定期的に運行してないとあれですね、あの話し方を忘れる、なんか話題の切り口の出し方とかそういうのはねちょっとね忘れることがあるんで、あとは単純にまだ疲れが残ってるっていうのはあるかな。疲れてるのは疲れてますからね。本当ちょっと快活でも寄ってこうかなと思ってたんですけど、もう左折がもう阿鼻叫喚の図だったんでね、早々に諦めました。あ、そうや、あそこ寄ってこう。あの1号館、早く閉まっちゃいますからね。
31日は営業してるはずです。4日時点でね、ちょっとせっかくやから味よしのお寿司買ってこう。どうせどこも高くなってるますからね、年末年始お正月価格になってるんで、単価上がっちゃってるんで、だったらね、味よしさんお寿司とフライ物美味しいんで、味よしのお惣菜買ってこうかな。そう言うてもね、なかなか肩こり、まあ腰痛はもうね、これはもう仕事柄まだぎっくりやってないだけましと思いながらやってますけど、ぎっくりやったら終わりやろうなと思いながらね、なんですけど肩がねなかなかにきついですね。まあ仕事でも使うっていうのもありますし、で帰ったら帰ったりデスクワーク、その撮影したり編集したり、あとは資料作成とかねやってるんで、そうするとねなかなか疲れが抜けんなっていうのは正直なところありますね。まあ、肩の凝り具合とかもしんどいのはしんどいです。最近温泉行けてないですしね、温泉を行くね系の企画をちょっと考えてはいるんですけどね、ただあれは果たして回復するのかどうかは分かりません。うん、まあ温泉行くのに企画にしてる時点で何かしら過酷なことをするってことですからね。一応資料は揃ってるんで、あとは簡単な道具だけ用意してね、アプリですけどね、アプリを用意してそれの設定さえしてしまえば一応動画の撮り始めはできる。相方はねニートでいつでも暇なんで、いつでも撮れるんで、一応そんなのとか考えてたりしますけどね。はあ、疲れが来てるわ。まあ何せデジタルデトックスって言葉ありますけど、まあ全くデジタルデトックスとはね、真反対の生活を送ってますからね。まあデジタルまみれですからね。お、くも、そんなところで巣を張り始めた。元気な雲が、そう。我が家もね、また新しい雲ちゃんがね、わっと生まれましてですね。なんかあちこちで見かけます、うん、車にも入ってきてるんですね、そう。山田さんはクモは全然大好きなんでね、と全然追ってもらって大丈夫なんですよ。で、クモいたら勝手にコバエも捕まえて食ってくれますし、今年はそういえば軍曹は姿を見せやがったけど、元気にしてるのかな。まあ今年はおかげさまで軍曹も出やんかったけど、あっちもねゴッキーさんも姿を出さなかったんで、そう、一昨年出たん、あ、去年か、去年一回出たんですよね。そこら辺がね、何時までやってんだっけな。あれまだやってるよな。えらい、イオンと正反対でめちゃくちゃ空いてるけど、え、やってるよね。え、ちょっと心配になるぐらい空いてるぞ。ラジオしかってこ、どうしよう、やってないのかな。
それは困る。よし。